演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらミスタードーナツのタピオカドリンクの5種類を飲みたいと思います。こちらマンゴーオレンジ、これ前も飲んだかな、うん、まあいいか。でこちらが抹茶ミルク、ミルクティー、そしてそれらのホットバージョンです。ホットなタピオカって初めての気がしますね、うん、アイスとどっちがタピオカに合うんだろう、それも興味深いですね。それでこのマンゴーオレンジから飲んでいきたいと思います。じゃあ飲んでいきますね。でありですね。からオレンジはマンゴーとオレンジのさっぱりとした甘さの果汁がしっかりドリンクの中に溶け込んでいて、タピオカの中にもそれが入っていて美味しかったですね。さっぱりいただきました。で抹茶ラテとミルクティー、抹茶ラテについては抹茶の風味をしっかりまろやかなミルクが混ざっていて、まろやかな中にも抹茶の風味を感じることができ、とっても美味しかったです。でホットミルクに、ホットとアイスについてですね、ホットの方が温かい分ちょっとタピオカが緩くなってるんですね。この代わり氷がないのでダイレクトに飲みやすいです。なのでダイレクトに味わいたい方はホットの方がいいかもしれませんね。本当に弾力を味わいたい方はアイスの方がいいと思います。これはミルクティーも同様です。そしてミルクティーはやっぱりタピオカといえば最も思いつくドリンクだけあって、シンプルで牛乳の甘さが効いたミルクティーになっていました。そこにタピオカが入ってしっかり食感も味わうのであれば美味しかったです。まあさすがに発祥の店と言われた福岡のあのお店にはちょっと劣るかなと思いましたが、でもタピオカどれも美味しかったので、全てのドリンクにおいてこちらの評価点数とさせていただきます。また新作飲んでみたいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。甘いものまで入っていて大満足。お新年もいいこといっぱいありそうですね。